いやもうね、僕ね、その消防士さんのドラマ経験した時に、もうほんと半年近く消防士さんともすごくこう緊密にねやらせてもらったんですけど、もうその基本尊敬してるんですよ、消防士さんのこと。だからこのオレンジのつなぎなんかはもうすごいんですよ。選ばれし者ですからね。くしくも、はい、僕これあのこれはい、あのよく見るとあの旅サラダのあれ普通のつなぎなんで、はい、あのコスプレみたいなもんです。いやすごいですよ皆さん、これトレーニング日々超積まれてて、この人たちは本当超人ですからね。なんか万が一の時のためにスタンバってくれてるわけですよ、うん、だから本当ね、その事実を知るとねめちゃめちゃ心強いんですよ。まあでもなんか本当久しぶりにちょっと話戻りますけど、ロープね渡りましたけど、なんか昔を思い出しましたね、その練習してた時を。あれでも僕こっちのスタイルよりこっちのスタイルの得意なんですよ。まあそれをねちょっとね見せられなかったのが残念ですけど。あ、やります、大丈夫です。ここの筋肉爆発するんだよ。え、実際現場とか行くんですか？結構過酷なこともありますよね。え、まさかでもメニューは違いますよね、男性と。え、嘘でしょ。同じメニューで、はい、やってます。え、入ってどれくらいですか、ちなみに。いや、2年目です。何年目？3年目です。精神力すごいわ。どうなんですか、そんなきつい中でも息抜きとかそのお楽しみタイムっていうのはあるんですか？今ですか？今です。いや、めちゃめちゃ無視してる。めちゃ無視してる。めちゃくちゃ強く感じましたよ。今でしょ、今でしょ。そうだ、今日も3日目さん。お疲れ様でした。亀山さん、何年目ですか、ちなみに。7年目です。7年目ですか、はい、あれ、今日はね、もちろんそのね消防の施設で撮影でしたけれども、はい、宮司分かってもよろしいですか？大梶と申します。大梶さんだ、はい、演技が良くないんですか。この施設にとってはあんまり聞きたくないわけですけど、ここのロケやるって聞いた時なんかやっぱ思うことあるんですか？そうですね、ちょっと行ったらダメなのかなぁ。まあでも仕事なんで、まあちょっとやりきろうと思ってやらせていただきましたんですけど、今日は無事に撮影終わりましたもんね、はい、よかったです、何事もなく終わりました。いいキャラいましたね。7年目か。いやだからこの間11月にジャニーズ入ったんですけど、はい、この間だからジャニーズ入って24年になったんですよ。今25年目なんですよ。おー、いや四半世紀だなって思って、結構長くやってんだなって実感したところですね。あ、この年齢になってくるとその余裕といいますか、経験値はねもちろん重ねてきたところもあると思うんでね、やっぱちょっとゆとりのある男になりたいですよね、うん、やっぱりいいっすね、うん、まあ中継はでもいつも時間ないんで落ち着いてないですけど、ね、いつも早口でせかせかしちゃいますけど。確かに、うん、すいません、いっぱい入れたい、やっぱ要素あるんで、情報あるんで、すいません、まあ、そこはもうしょうがないですけども、はい、他はやっぱ ゆとりを持ってやっていきたいですよね、やっぱり、ね、ありがとうございます。この終わり方ダサいですね。というわけで、次回はですね四国高知県ですね、そこから中継しますので、ぜひ見てください。さよなら。